ワイナはあそこだ。行こう。おお、チャスカじゃないか。久しぶりだな、ワイナ。挨拶は省かせてもらおう。スピリットストーンを貸してもらえないか。待て待て、せめて何に使うつもりなのかを教えてくれ。友達のカチーナちゃんが八神の国に閉じ込められちゃったの。その子を助けるためにはスピリットストーンで彼女の孤名を見つけ出す必要があって。助けるって八神の国に行くのか。八神の国か。あそこは気に障るかもしれないが許してくれ。私に言わせれば、君たちの行動は一人前の戦士にふさわしいとは到底思えない。戦場では一瞬で状況が変わったりする。予想外の事態が起きるのも仕方がない。だが悲劇が起きたのなら、それ以上の死傷者を出さないための手立てを講じるべきではないか。気遣ってくれてありがとう。でも一人前の戦士になる代償として、戦場に残った仲間を見捨てないといけないなら絶対に賛同できない。リスクは覚悟の上だよ。ま、そう言うと思ったよ。どうしたワイナ、普段と様子が違うぞ。冒険のない人生なんて不完全な人生だってのがお前の口癖じゃないか。気にしないでくれ。さすがに八神の国となると場所が場所なだけにな。ただ君たちの決意を確かめたかっただけさ。そこまで意志が固いのならこれ以上は止めない。ほら、スピリットストーンだ。ちゃんとしまっておけよ。壊しても予備はないからな。助かる。お前ら昔からの知り合いなのか。でもチャスカは火翼の集いだよな。チャスカは名の知れた調停者で、どの部族も争い事が起きたら彼女に仲裁を依頼する。そうしているうちに自然と親しくなったのさ。それにチャスカには妹がいてね、クイクって子なんだけど、よくうちの部族に遊びに来ていろいろと手伝ってくれてるんだよ。妹がいるのか。ああ、機会があれば紹介しよう。さて話を本題に戻そう。ワイナ、スピリットストーンの使い方は。君たちもすでに聞いてると思うが、八神の国は現実の世界と全く異なる。あそこはまるで概念が流れる川のような場所だ。君たちが探そうとしている孤名は川を泳ぐ魚だと考えればいい。で、スピリットストーンは川に浮かぶ漁船に当たる。だが船だけじゃ足りない。経験のある漁師が必要だ。私がその船を操縦したらダメなの？君の実力と才能からすれば、まあうまくいくかもしれないが、まだ経験が足りない。安全を期すなら私からある人物を紹介できる。それは？名を馳せたかがり木の民の戦士、数えきれないほどの戦場をくぐり抜けてきた伝説の偵察員、ヴィチャマだ。鋭い観察眼の持ち主でかなり勘が働く。それに彼の孤名の意味は探察だ。孤名を探すなら彼ほどぴったりな人選はいないと思うよ。ヴィチャマ？聞き覚えのある名前だな。アテアおばさんが言ってた戦友じゃない？その人の話なら聞いたことがあるよ。どこに行けばその人に会えるの？マルコが死んでからあいつはよく崖の上から遠くの景色を眺めてる。崖の方に行けば会えるだろう。あ
ありがとう。行ってみるよ。はあ、なあ、うまくいくことを祈ってるよ。そうだが、何か用か？なんだと？じゃあ、八神の国に取り残されたその友人は生きて帰れる可能性があると？そんなことあり得るのか？いや、八神の国じゃそういった類の奇跡だって起こり得るかもしれん。そしたら何でもない。分かった。手を貸そう。ただし、俺からも一つ頼みがある。まずカチーナの孤名を探すために協力する。その後、スピリットストーンを貸してほしい。俺も友人の孤名を探したいんだ。友人？あ、さっきワイナがマルコって名前を言ってたけど、そいつのことか？ああ。だが、彼のことはあまり話したくないんだ。すまない。構わない。その条件を受け入れよう。うん。カチーナちゃんの孤名を探すのを手伝ってくれたお礼は必ずするから。ああ。スピリットストーンを見せてもらえるか。なるほど。大体わかった。アビスの教門の原理と少し似てる。八神の国と俺たちがいる世界をつなぐことができるようだ。一旦つながれば、餌の匂いを追いかける魚のようにアビスが湧き出てくるだろう。集落内で使うことはできないな。おお、すごく詳しいんだな。詳しいとまでは言えないが、大体の使い方ぐらいならわかる。原理についてはさっぱりだがな。これを発明したのはシトラリって言ったか。大した才能だ。俺はこれから郊外に行ってスピリットストーンの設置と調整を行う。その間、お前たちにはある二つのものを用意してもらいたい。何が必要なの？すぐ買いに行ってくるよ。まずは鍵縄だ。集落の商人のところで簡単に手に入るだろう。網を編むのに使うから多めに用意してくれ。網？捕獲するために使うってこと？でも実体のない孤名を実体のある網でどうやってすくい上げるの？八神の国でも現実の世界の網に対応する概念を見つけることができる。わかりやすく言えば、網の概念で孤名の概念をすくい上げるんだ。なるほど。二つ目は？黒曜石を一つ、いや二つ用意してくれ。孤名を現実の世界に持ち帰った後、黒曜石に保存する必要がある。本来なら小玉の子のところで買う必要があるが、ちょうどそこの行商人がこちらに来てると聞いた。運が良ければ手に入るかもしれない。お、わかった。では、しばらく別行動だ。あそこに空き地があるだろう。物が揃ったら、そこに来てくれ。そうだ、俺がスピリットストーンを独り占めしないよう、見張りをつけなくてもいいのか？シャスカはどう思う？必要ない。確かに初対面ではあるが、ワイナが紹介してくれた人なら信頼できる。ありがとう。信頼という言葉は今の俺にとっては嬉しくも何ともないがな。スピリットストーンの設置と調整には時間がかかるから、焦らず待っていてくれ。また後でな。
変わったやつだな。なんか疲れてるように見えたけど、スピリットストーンの話になった途端、やる気が目に見えて出てたぞ。うん、私もちょっと気になった。とりあえず言われた通り、鍵縄と黒曜石を用意しよう。カチーナちゃん、もう少し待ってて。必ず助けに行くから。足元に気をつけろ。あと空にもな。鍵縄？クライミング用のでいいかい？うん、ここにあるものを全部買いたいの。いくらかな？全部？そうだね、3万モラでどう？じゃあそれでお願い。お、あっさりうなずいたね。むしろ値切ってほしかった感じ。でも今は余裕がないから、急いでくれると助かるな。はいよ。じゃあサービスでいいこと教えてあげる。鍵縄を買いに来るお客さんはほとんどがクライミングの愛好家でね。クライミングを学びたいならロカって人を訪ねるといいよ。はい、これで全部だ。持っていきな。次は黒曜石だな。ビチャマが言ってた行商人はあそこにいる。行こう。こんにちは。黒曜石ってあるかな？黒曜石かい？ほれ、そこに一つあるよ。よかった。まだある？二つ欲しいの。参ったな。今持ってる雑貨の中に紛れ込んでるかもしれないが、探すとなるとそこの箱をひっくり返すことになる。お願い、探してくれる？ここで待ってるから。あまり気をもむな。今のところ順調だ。そうだね。さっきリチャマの友人の話を聞いたとき、なんだか彼は私と同じ気持ちなんじゃないかなって思ったの。黒曜石がもう一つ見つかればいいんだけど。カチーナちゃんっていつもキラキラした石をたくさん持ち歩いてたんだ。もし八神の国に閉じ込められたのが私だったら、あの子すぐ黒曜石をいっぱい取り出してたかも。お、あったあった。お嬢さん、これでいいかい？はあ、どうもありがとう。いくら？お前さんたちが来なけりゃ売れもしなかったもんだ。二つで3000モラにしてやるわい。さ、持ってきな。ところでさっき、ビチャマって聞こえたが、彼に頼まれてきたのかい？あいつはどうしてる？マルコがいなくなってからもう5年だ。そろそろ立ち直ってくれるといいんだが。あいつのことよく知ってるのか？よく知ってるってわけじゃない。ある日酒を飲んでたら偶然耳にしたんだ。彼とマルコは幼馴染でずっと一緒に育ったそうだよ。二人揃って名を馳せていたらしい。
戦闘が得意なマルコは数人の大男を片手で倒せるほどの手だれで、ビチャマは偵察と分析に長けてた。二人で息を合わせアビスの襲撃を何度も退けてきたそうだ。5年前、またもや帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた二人は同じチームになった。しかし出発の前夜、かがり木の民がアビスの小規模な襲撃にあったんだ。その時ビチャマは人を助けようとして足を怪我してな。それでどうなったんだ？同じチームのメンバーが訪ねてきて話し合った結果、彼を残して休養させることにした。ビチャマ自身も足を引きずりながら前線に出たところでチームの荷物になるだけだと考えたそうだ。それでみんなでエンジン様に申し出て許可をもらったという。だがその時に限ってアビスの魔物の数が予想をはるかに上回っていてな。判断を誤ったマルコのチームは絶え間なく襲い来る魔物に飲み込まれてしまったんだ。ビチャマは全て自分のせいだと自ら追い込み、それ以来ずっと落ち込んでる。そうだな、人が後悔する理由は行動を間違えたからだけじゃない。何もできなかった自分を責めることもある。過去には戻れないから前を向くべきだと彼に言ったんだが、なかなか苦しみから抜け出せていないようでね。わしらはアビスのせいで多くの苦しみを強いられてきた。永遠に癒えようのない傷を背負って生きる人もいる。彼の傷が癒えたらいいんだが、はあ、話はこの辺にしておこう。もし機会があればお前さんたちも励ましてやっておくれ。頼んでたものは揃ったか？うん、ここにあるよ。いつ始めそう？スピリットストーンは調整済みだ。すぐにでも始められる。約束通りまずカチーナの孤名を見つけるのを手伝おう。それが終わったら今度はお前たちの力を貸してくれ。ああ、なんだ？ああ、そうだ、マルコが死んだ後、戦場を見てきたんだ。あいつが負けたのは、とてつもなく強い敵にあったからじゃない。数えきれないほどのアビスの魔物に囲まれたせいで死んだんだ。もしあの時俺がいたら、前もって危険を察知できていた。敵陣に足を踏み入れないよう、慎重にチームを進められたはずだ。あの日から、俺はずっと自分を責めてきた。そしてお前たちからカチーナのことを聞いて、ふと思ったんだ。もしかしたらマルコも死んでなんかいないかもしれない。まだ八神の国で抗ってるかもしれないってな。でももう何年も前のことだって聞いたぞ。あそこにいる命はだんだん他の多くの魂と一体化するってエンジンが言ってたけど。いくら小さな可能性でも試してみたい。あいつと約束したんだ。アビスを相当できなくとも最後の瞬間まで共に戦おうってな。話はここまでにしよう。急がないといけないんだろ。概念としての孤名を捜索してる間、周囲に欠片が散らばるかもしれない。その欠片を集めてくれ。それから戦闘の準備もしておけ。さっきも言った通り、スピリットストーンによって現世と八神の国がつながればアビスの力が湧いてくる可能性がある。あの金色のやつがビチャマの言ってた欠片じゃないか。近づいてみようぜ。
この世から一人でも多くの悪党が。まだか。もうすぐだ。もう少し待ってくれ。受け取れ、早く。カチーナの孤名を見つけた。待ってろマルコ、あともう少しだ。おかしい、アビスの力がどんどん強まってる。彼の体がアビスに侵されてる。リチャマ、このままじゃ。この命は5年前に亡くなるはずだったもんだ。頼む、もう少し時間をくれ。ほんの少しでいいんだ。ありがとう。これ以上待てない。ムアラに彼を引き離せ。試したけど、アビスの力がしつこく絡みついてて、まるで見えない鍵縄が彼とスピリットストーンを縛ってるみたい。仕方ない、すまん。ストラリ、避けろ。あのまま放っておけば暴走していただろう。他に止める方法もなかったから壊すしかなかった。お前たちは爆発の衝撃で吹き飛ばされたんだ。しばらくめまいがするだろうが、よくある症状だから心配はいらない。次からは何かやる前に一言言ってよね。さっきはすぐに動けたからよかったけど。避けろと言ったろ。もう、それでも入れずに壊したじゃん。みんなが君みたいな瞬発力を持ってるわけじゃないんだよ。私たち全員派手にやられるところだったんだから。次から気をつける。にしても
チーナちゃんのコメイが無事でよかった。あれ、ピジャマは？ピジャマ！ピジャマ。結局マルコのコメイは見つからなかった。もう消えちまったのかもな。コメイが消えればそいつは永遠に帰ってこられない。こうなるだろうって最初から予想してたが、やっぱ手遅れだったか。あいつらが出発したあの瞬間からもう手遅れだったんだ。ピジャマ。彼はここ数年さまざまな慰めの言葉を耳にしてきたはずだ。しばらく一人にさせてやろう。ピジャマの手の中で何か光ってるぞ。手？これは。おいマルコ、まだ力は残ってるか。剣を振る力は残ってないが、喋る力ならまだある。喋れたってしょうがない。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないしな。本当にここで死ぬのか。死ぬのは怖くないが、お袋が知ったらどんな顔するかちょっと想像がつかないな。その点俺はマシだ。両親は早くに亡くなったから悲しませずに済む。ピサック。ったく厄介事を人に押し付ける。